B クラス、小井選手、さあ、渡辺選手、10番、富生選手、3番、さあ、岡本優、松島さん、さあ、世界の原田選手、さあ、優選手、富生さん、竜王さん、中野選手、メロディは15度。さあ、風が出てきた。さあ、一斉スタート。さあ、場所の取り合い。トミーさんが軽快に90キロの巨体、巨漢をものとせず、じりじりと前に順位を上げていった。さあ、世界の春田が後ろから3番目。さあ、トップは誰なんだ。10番富生さん、高知県。さあ、続いて松島選手、エイプ100。さあ、ストレート、富生さん一人だけ置いていかれるような、そんな気がする。90キロ。さあ、前半戦で、さあ、10番富生選手、レース巧者、やはりトップですが、しかしインから差し込んでくる。さあ、それをものともせず、さあ、よくタイムが似ているこのクラス。おっと、本田君がまたしても、またしても本田君最後かな。90キロのトミーさん対世界の原田が前に出た。セカンドグループがトップグループと間が 30m、 あー 40m 近く早い。帰ってしまった。さあ、もうトップは岡本優か、岡本優なのか。いきなりのエキスパート、岡本優。さあ、走りには三浦の岡本優、前に出た。さあ、その後は鍋さんなのか。さあ、岡本優、初め選手の初めていう字は漢字の1です。さあ、文字通り1番になるか、渡辺初め選手。さあ、それを阻止することができるか、因の島の優。さあ、新旧、
ターには言う、どこまで、どこまでのみの心臓が持つか。走りは1009。さあ世界の原田が遅れている。さあセカンドグループ、さあこれトップグループ、面白い、さあ面白い、リオを、ね、狙っているこの3番、4番、5番、さあ 4台、5台ともまだ余力を残している。さあ青という伝統、まさかの優伝統、やはり勝てないのか。おっと本田君も巻き添えにした。さあこれでトップに躍り出たのは渡辺一選手、文字通り一選手になった1番。さあポイントリーダー、さあこのままトップで優勝すれば、さあシリーズチャンピオンという名に箔がつくこと間違いなし。さあ速いのになぜか勝てない岡本優。さあトップも、さあ10番トリオです。さあこれも熾烈なバトル争い。さあしかし最後奪還、渡辺選手。さあしかしまだ狙っている。さあ位に入ってきたのは10番トリオ選手、キンタウファクトリー。さあラインのクロスラインの応酬です。クロスラインの応酬、さあ最後の最後まで分からない。ラスト1周か2周こういったところ、トップも全く変わらない。さあ本田選手も6秒台出ている。セカンドグループしかし譲れない。渡辺選手敗れた。そして松島さんが3位に入ったことでグループのトップは世界の原田、世界の原田が入って本田選手、さあそして岡山の富美選手が入った。さあなんというどんでん返し、しかし取りどころ満載、面白い、残念な岡本優子。